文豪ストレイドッグス30ページ公式サイトをご覧の皆様、こんにちは。フランシス F 役の金沢由紀です。紛争してみての感想はですね、そうですね、絶対まあちょっと浮くんじゃないかなと思ってたんですけど、意外となんか個人的にはなんか気に入ってます。なんか金髪がすごくなんかこう綺麗でこう流れてて、なんか優雅な感じで、なんかすごくスッとこの役になんか意外と違和感が入ってきたなみたいな感じがしてて、舞台に対する今の気持ちはですね、まあ今回初登場する悪役ということで、まあ強力なメンバーたちと戦います。強力なメンバーたちと戦います。ですけども、もうとても普段からリスペクトしている俳優たちなんですけども、まあ、絶対に負けない気持ちというか、僕は悪役をやるときにポリシーがあるんですけども、絶対自分は悪いというふうに思ってやらないと決めてます。悪役には悪役なりの正義があると思ってやってるので、そこを彼らとビシバシぶつけて熱い舞台にしたいなと思ってます。文豪ストレイドッグスファンの皆様、新しい舞台ということで、僕自身も今とてもワクワク楽しみにしてます。僕の大好きな俳優の皆さんが出ます。そしてこんなに愛されている作品ですので、それに恥じないよう精一杯、フランシスを演じられたらと思ってますので、ぜひ楽しみにしていてください。舞台、文豪ストレイドッグス三者定律は、2019年6月8日から9日まで岩手は北上市にて、文化交流センター桜ホールで上演されます。14日から16日までは福岡久留米のシティプラザにて、21日から22日まで愛知の名古屋市公会堂にて、27日から30日まで大阪森の宮ピロティホールで、そして7月3日から10日まで東京は日本青年館ホールにて上演いたします。皆様、劇場でお会いしましょう。